皆さんこんにちは、マックス村井です。こんにちは、リオナリです。受走ゼロ、私は初見です。僕も初見です。声でいきます。端末を操作するのはマックス村井です。ニューゲーム。あーやべー、双子の姉のレイ、ゼロ、レイが死んだ。階段最悪じゃん。スタートから自分の半身が突然なくなったような虚無感、家族の空気が変わる、異質な気配を感じるようになった。レイの死から49日。あー最悪、私の宝物が見つからないの。お願い探してほしい。はい、お願い探してほしい。あ、主人公の名前は愛ちゃんっていうのね。愛ちゃんですね。うわ始まった。あ、なんか押せって書いてある。ポチ。あ、手紙だ。あ、さっきのね、私の宝物が見つからないの、愛をお願い探してほしいと。お、これ地図か。これタップしてください。ん？トイレに閉じ込められている絵。ダン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 。こんな絵描くなよまず。やばくない？行きましょう。で、部屋だと。ケコちゃん。うん、びっくりした。もう音で焦らせんまだ驚くとこじゃないですよ。レイが大切にしていたぬいぐるみ、オッドアイ。あ、アイテムとしてゲットしたんだ。レイがおばあちゃんからもらった日本人形。机の上にいっぱいある。なんかお気に入りのクマの人形。うわー日本人形。これスワイプでいっぱい動かせるんじゃないですか。ランドセルが気になるな。ずっとそのままにしてあるとかひどいな。え、ひどくはないですよ。あ、ひどくないか。うん、片付けよ。うん、なんだ。あ、コインゲットした。レイが描いたおばあちゃんの似顔絵、ちょっと怖い。怖い。おばあちゃん、布団なの。何、膨らみに絶対なんかいるでしょ、これこの暗闇。確かに下が私。何もないんかい。あ、びっくりした。オッケー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 。右下。あ、え、右右。あ、びっくりした。なんだよ、もう明らかにレイじゃん。あ、ダジャレじゃないです、あのお化けって意味のレイです。え、あ、別の部屋。お母さんの部屋。1988年4月8日ノックとかすんなよ、やめろよ。いない。お母さんはいないみたい。へい。どうすんのこれ。あ、コイン、下にコインあった。鍵穴とかは。え、鍵穴とか覗いちゃったらやばくない？ちょっとタップしてくださいよ。やっぱり、暗くて何も見えない。いや、そんなことないよ、見えるよ。なんか左の顔に見えるんだけど。あれ顔じゃないの？なんか銅像じゃない？下の鍵穴は？おこ、下の鍵穴じゃないのね。ドアの下は？ドアの下。何これ、どうすりゃいいの？なんかアイテム。ここで猫のぬいぐるみを合成します。分解。分解します。ダメだ。これは合成します。ダメだ。あれ、色のとこタップしてください。ん、色のとこタップしてください。あれ、空気は大体ね、同じとこ何回もタップしてると変わったりします。マジ？どこに行けば。鍵穴が怪しいな。あ、あ、あ、動かせる。やだよこれ。来るよ絶対、なんかダンって。あー怖い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 。あ、なんかある。絵かな。絵だ。今からちょっとリオナリが操作していきます。うわぁ。おい、超ビビったよ。なんだよ。目が、目がお母さん、やめろよ。お母さん。
村井さん画面見てないで今。だってもう鳥肌の方見てたよ自分のこと。いやびっくりした。うん。もう十分すぎるほど驚かされたよ。てかおばあちゃんこれやばくない？おばあちゃんやばくない？おばあちゃんやばくない？それ座ってるでしょおばあちゃん。おばあちゃん。あの時から全然喋らなくなった。いやもうこの家ダメだよ。ああだえこの家ホラーすぎるよ。男何これ、何子供サイズの人形だってそこじゃないだろ。いよ子供サイズの人形じゃないだろしよ注目するところは。あいちゃんちょっと大人びてるよ感想が。手足とかがおかしい。バラバラになってるバラバラ。あいたおばあちゃん集めんなよこんなもん。上にもたくさん置いてある。あ、なんか窓の外に人がいる、人がいる、人がいる、人がいる。あ、おばあちゃんが映ってんのあれ。いや、こんな怖いおばあちゃんいねえだろ、顔。この辺何だよ。電池切れかけてるよ、電池。お前、やめろ、触るな。なんで髪の毛壁からかかってるの。ごめん、人形のかつら？タンスの中に、あ、ダメだ。あ、何開いてしまっただけだよ。あ、こっちもすごいすごい。なんでタンスの中何も入ってないんだ。もうやだよもう。あ、何え、でも動けない、動かせない。あーやべえ、双子の姉のレイ、ゼロレイが死んだ階段最悪じゃん。スタートから自分の半身が突然なくなったような虚無感